これで勝負をつけて、これで番外編やろう。あ、すごい嫌がらせてこんなところ。はい、どうもこんにちは。これは2ゲーム目ですね。あの前回の2ゲーム目となってます。この角度で見ると緑ですね。はい、1ゲーム目同様ゆるい感じでお送りしたいと思います。足組んでるのはあいつの生意気に。いや、2人さ、兄な感じ。この楽良かったですよね。見るまで行ったんですよね。聞こえてます。2ゲーム目だからだんだんルールを理解して、1ゲーム目の時言わなかったけど、我々8番犯人なんだよね。あ、そうですね。一番大事なこと言ってない。これタイム取ってないですよね。めちゃくちゃ。ダメダメダメ。数えられちゃうよっていうか、タイムの状態で。めっちゃタイムしてる。俺今日もやったんだよな、俺な。やってたの。クレーム来なかったですか。大丈夫です。遠慮なく出せるよね。これ9番に出せって言われたら嫌じゃん。右下ひねってとかさ。なんだよ。いいよ。AC はの判断。 A と当たっても一番一緒。 AB と当たるとどう？あ、そうそうそう。ちょっと損した気になる。 AB は大変だったかもしれない。マジか。そうそうそう。動画でプレッシャーかけられる。結構プレッシャーかけられる。ナイス。ナイスじゃん、これ。ナイスじゃん、同じこと言う。ナイスナイス。
これ逆切んないといけないから大変そうだね。でもあれ下手くそでしたね。もうちょっとスパンってつかなきゃいけない。ああ、いや、そのショットむずいよ。もううまいですね。これはまあうまい。これはもう、いや、これはしょうがない。これはしょうがない。これもしょうがない。つけづらでした。もうしょうがない。全部しょうがないこの辺からしょうがなくないね。この辺からこの辺はこれはフィリピンスタイル。いや、しょうがない。出たフィリピンスタイル。フィリピンスタイル今日早速使ったよ。これめっちゃ使いました。これはしょうがない。これはしょうがなくないかな。次はこれはしょうがない。これ入れる人いない。これはいけます。これは入れられないでしょ。入れられない。ただ出ないね。いや出ないな。もうちょっと。これね、ゆりちゃん、薄い。そう。薄く抜くっていうね。惜しかったよね。さあ、これはネッキどうする。むずいよ。ほらここカットしてもらっていいですか。はい、上と、はい、上と付くだけです。永久の玉だね。全然違いますよ。違うさすぎて面白かった。でも、ね、出さなくていいっていうのと、ね、そうですね、ストップ、そう。しょうがなかった。これは2番隠す。番組から次クッションだったんですか。ワンクッション。どっちでもいいよ。どっちでもだいたいやってくれたんで。ゆりちゃんはこれ2番サイドに行こうとかの感動を受けて、これだったらちょっとだけ引っ張って2番コーナーって思うんだけど、なんか三原さんがサイドに出した方が出しやすいかなと思っちゃって。まあ、それはそうなんだけど、これがまた嫌なんですね。ここが、うん、そうそう、サイドに出すのも嫌じゃんって思ったんだけど、これ完璧サイド出すんですよ。だからこのイメージでしょ。やっぱイメージが合う方が、うん、これちょっとだけ左入れて押して、ここ振り大事だからね。これ下ついて、で自分が入るんだよね。ちょっとだけ自分入るんだけど、でもまあ名前だからなんとかなるかなみたいな。下ついて、これは柔らかいし、あ、そう、止めるだけ。あ、ちょっと流したね。これデジャブじゃないですか。さっき同じ風景見ましたよね。見ましたね。同じのに見えます。さっきのやつ。ああ、怪しい。これなぁ。わざとかっていう。それになるって言ったもん。そういうことですよね。ワンクッションでいけると思ったんだな、あの時ね。ああ、惜しい。さあ、ここはむずいぞ。ここ判断分かれるね。さあ、8球狙ってるよ、この人。そうです。9番も入るかもしれないから右の下位ケープいったんじゃないですか。そんな気がする。ありますね。でもユミさんバンク上手いから本当はバンクストップが一番良かったと思うんですけどね。ほぼ1日ぐらいなんですよ。9番入れば8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 番入れ
俺らで、なんなら9番その発想しかない。最後はノンさんはいつも最後ノープランで終わらせて、手前のコーナーはあるの。惜しかった、惜しかった、惜しかった、惜しかったですね。入ってるけど、もう悪くなかった。おっと、ゲームボール。はい、これは空気読んじゃうかな。はい、じゃあ次は男子ペア、女子ペアに分かれて番外編続きます。